どうもすいません機手名鑑特別編というか本当にうまい外国人騎手ランキングみたいなものをやります。やろうやろうと思ってたんですけれどもちょ,ちょっとしんどい時期もありましてなかなかやれなかったんですがやります。でやっぱり騎手の好き嫌いあると思いますんでちょっとちっちゃい人だとすぐにノーグッドをしたくなるかもしれないんですけれどもその辺は僕は独断と偏見で作りましたんで。 ご了承いいいただければっていう,ふうに思いますでモレイラ機種についてはですねもちろん1年2年と日本で乗り続ければルメール機種と遜色ないジョッキーになると思ってますただまだ札幌でしか乗ってないっていうところがあって札幌コースっていうのはですね小回りコースですごく乗りやすいコースでして単純なんですよねですが 中山東京に変わるとちょっと乗り方が難しくなってきますしさらに阪神や京都っていうのはですねすごくトリッキーなコースでしてだからこそ関東リーディングのようなジョッキーたちが阪神京都で乗ったとしても安定感がないそういったような感じになってしまうところがあって日本の競馬場っていうのは単純ではないので札幌のようにうまくいくかというとそう簡単にはいかないと思うんで。 も慣れていいいいくためにには、は1年2年2かかかるんじゃないかなという,ふうに思いますね。もちろんその g 1だとか重症だとか一発勝負みたいなところで好起乗することはあるとは思うんですが条件戦から100レース200レースと安定してルメール騎手ほどの安定感があるかというとそれはまだないと思いますそれではまずは上の方から1人ずつ軽く特徴について触れていきたいと思います ルメール騎手は武豊騎手でも欠点の少ないジョッキーだっていうふうに言ってるように文句のないジョッキーでミスターパーフェクトっていう言葉が合うんじゃないかなっていうような感じのジョッキーですねレース展開に応じて対応できたりだとか頭のいいジョッキーで感覚あとは頭で一番競馬を理解してる ジョッキーの一人だと思いますし JRA の歴史上最高のジョッキーの一人だと思いますね武豊騎手とか安勝さんとか岡部幸男騎手とかその前の福永洋一騎手については僕は知らないんでまあ今から調べようと思っても無理なんで分からないんですけれども、まあ、とにかく僕が知ってるここ20数年の中では最高のジョッキーの一人であることは間違いないですね確か 最初に見たのは小倉で乗った時だったと思うんですけど短期免許で最初の頃小倉の方でですね結構その自在性のある頭のいい上手いジョッキーだなっていう風に感じたのを覚えてるんですけれどもまあそこから短期免許でほぼ毎年のように来てここまでのジョッキーになったなっていうような感じですねまあ最初からやっぱりセンスは良かったですねそれは感じました モレイラ騎手はルメール騎手とはタイプが違うんですけれども何をやるかわからない面白さがあるというかまあで,でも僕はだいたい武豊騎手を見てきてその武豊騎手と似たようなことをすることが多いのがモレイラ騎手かなっていうような感じで例えば武豊騎手の黒船のジャパンカップダートですねあの時なんかはかなり早めに まくっていって、早め先頭で押し切るっていう、びっくりするような乗り方ではあったんですけれども、僕はレース前からやるんじゃないかっていうふうに思ってたところがあって、やるんじゃないか、やるんじゃないか、やったっていうような感じで、まあそういったようなことをモレイラ騎手は、モレイラ騎手もやることが多いっていうようなタイプのジョッキーなんで楽しいっていうところがありますね。やっぱり馬っていうのは強ければ、 中途半端に綺麗に回ってくるよりかは強気の競馬をした方がいいことの方が多いので強い馬の,の乗り方も知ってるっていうところで面白さがありますよね。で技術的な面も本当に文句がないですしちょっと衝撃を受けたのはですね4コーナー前後ですね仕掛けた時の加速力が全然違うんですよね。それで今回ですね四角加速っていうようなカテゴリーを作ったんですけれどもこれに関しては モレイラ機種を見てから発想が出てきたというかこういうこういうことも予期によって違うんだなっていうふうに感じた部分もあってそれで作った部分もありますんで、まあ、本当にモレイラ機種に勉強させてもらってる部分もあるかなっていうふうに思いますね。ムーアキ種ムーアキ種はですね、まあ、エリザベス女王杯の時にスノーフェアリーで来て びっくりするような足を使ってそれでこのジョッキーもすごい終えるなっていうような感じで、まあ、日本の競馬関係者も衝撃を受けたと思うんですけれどもそれ以来短期免許で来るようになってでやっぱり世界一を終えるジョッキーの一人だなっていうような感じがありますねでヨーロッパのジョッキーっていうのはコーナーから仕掛けるような競馬があんまりうまくないジョッキーも多いんですけれども ムーア機種に関しては、まあ、日本に慣れてきてますし結構積極的な競馬もするようなところがあってバランスのいいジョッキーでもありますしただ終えるだけのジョッキーでもないですしレベルの高いジョッキーであることは間違いないなっていうふうに思いますねただその自在性だとかレース展開に応じての対応力だとかそういったことに関してはルメール騎手とかモレイラ騎手の方が上なのかなっていうような感じがありますんで、まあ、そこ ムーアキシュの直線の追い方だとかそういったところでカバーできればレースによってはムーアキシュすごいなっていうような感じになる時もあるっていうようなイメージですね。ミルコデ・ムーロキシュ。ミルコデ・ムーロキシュはですね、まあ、短期勉強で最初来た時は天才ジョッキーっていうふうに噂になっててそれで、まあ、やっぱりその思い切りの良さというか 迷いの少なささがあってさらに技術的なレベルも高かったっていうところもあって最初から活躍しましてねちょっと今年初めて来たアブドゥーラー機種ですね下の方に書いてあるんですがアブドゥーラー機種が最初に来た頃のミルコ・デムーロ騎手とちょっと似てるかなっていうような感じがあってまあああいたような感じで息きの良さがもともとミルコ・デムーロ騎手にはあってさらに大一番でも強かったっていうようなところがあって、まあ、ちょっと だんだんと日本で乗り続けることによってメンタルの弱さだとかそういったところが出る時もあるんですけれどもでも大一番では結果を残すっていうようなところがあって条件、まあ、制だとか年間通したら良くない時期もあるっちゃあるんですけれどもでもやっぱり重症とか g 1だとかなり頼りがいがありますし今年と2017年去年ですね に関しては条件戦でもある程度安定しているところがありましてそういった意味でやっぱりレベルの高い騎乗を繰り返しているなっていうふうに思いますねまあ、最初の頃はですね待てないミルコデムーロ騎手っていうようなイメージがあって待てないミルコっていうイメージがあってまあ、追い込み馬なんかでも早めに外から動いちゃうようなそういったようなレースばかりが目立ったところがあったんですがだんだんと日本の競馬に慣れて待つべき時は腹くくって待つだとか そういったような機業もバランスよく使うようになってきてやっぱりトッップジョッキーの1人だなという,ふうに感じます、ね、スミヨン機種スミオン機種は危険機場を繰り返したりなんかして問題児でほぼ永久追放に近いんじゃないかなというふうに思いますんでもう短期免許を下りない可能性が高いんですけれども でも比較の上で分かりやすいところもありますんで書いたところがあります。まあ、やっぱりそのヨーロッパのジョッキーというような感じで直線勝負っていうような競馬の強いイメージがありますね。で最初の頃はですね結構安定してたんですけれどもだんだんと日本の馬の気象だとか客室だとかあとは日本の競馬の 展開だとか質も変わってきたのかなっていうようなところがあってそれで東京コースなんかでも4コーナー前後のところでの位置取りさばきとかあとは仕掛けそういったところが簡単じゃなくなってきたところがあってそれで最後の方のオン騎手なんかはですね東京の芝でもダートコースでも4コーナー前後で。 スッと行けなかったりだとか反応が悪かったりだとかそういったようなロスが生じて安定感を欠くようなレースも条件戦では目立ったところがあって、まあ、やっぱりその万能さという意味では上位の機種たちの方があったかなというような感じでただそれでも直線向くまで足が止まった時仕掛けての加速力と 直線を追ううっていうところですねそれはやっぱり世界トップクラスの機種だなっていうような感じがありますし小牧太志騎手なんかがスミオン機種を見て衝撃を受けたっていうふうにコメントしたことがあるようにやっぱりその日本人にはない加速力だとか動かし方だとかそういったものは持ってるジョッキーだなっていうふうには感じますね。 でやっぱりその危険騎乗を繰り返したりするようにそういったような気象的な性格的な荒さがあるというかそういったようなところはある時期でそれが競馬によってはいい方向に向く時勝ちにこだわるっていうところではいい方に出る時もあったかなっていうような感じですね。クリスチャン・デ・ムーロ騎手クリスチャン・デ・ムーロ騎手はですね最初短期免許で来た時っていうのは まあミルコデムーロク氏の弟で可愛がってもらってて、まあ、そこそこうまいなっていうような感じででも直線そんなに追えなかったりだとか、まあ、こんなもんかっていうような感じで見てたんですがやっぱりそこは若かったっていうだけであってだんだんと1年経つごとに成長してきまして、まあ、本当にすごいジョッキーになってきたなっていうふうに感じますね。 まあ今では直線も結構終えるようになってますしさらに馬とのコンタクトのうまさですね天才だと思いますね、まあ、ミルコ・デムーロキ氏も若い頃はもっとそのコンタクトのうまさだとか天才派だではあったんですがちょっとやっぱり年齢的に体が硬くなったりしてるのか以前ほどミルコ・デムーロキ氏お,お兄ちゃんの方はそんなには安定しなくなったんですけれどもクリスチャン・デムーロキ氏はですね ミルコ・デ・ムーロ騎手の若い頃かそれ以上なんじゃないかってぐらい、まあ、気難しい馬もスッと動かしたりだとかなんであんなに馬が動くんだろうっていうような感じ方をするぐらい凄みがあるんですよねですからまだまだ良くなる可能性もありますしこれからルメール騎手クラスのジョッキーになっていく可能性もあると思いますねただやっぱり日本でのキャリアが浅いところがあって G1 でも進路取りを焦ってしまったりだとかそういったような時もあるんですよね例えば去年のマイルチャンピオンシップ2017の結果分析で指摘したんですけれどもその時レッドファルクスに乗ってまして直線で進路取りを焦ってうちの方に行っちゃったんですよねでそこの空いた進路のところをペルシアンナイトミルコ・デムーロクシュお兄ちゃんが取って勝ったっていうところがあって あの辺の G1 でのギリギリの部分での進路取りだとか判断力だとかそういったところではやっぱりお兄ちゃんのミルコ・デムーロキシュの方がまだまだすごいなっていうような感じがあって、まあ、その辺キャリアを積んでクリスチャン・デムーロキシュがどこまで一流進路取りだとか細かいところまで成長できるかっていうところが今後楽しみだなっていうふうに思いますね。あととは追い込み馬とかでもやっぱり、 若い頃のミルコ・デ・ムーロ騎手と似たようなところがあって、待てない感じで外からまくっていくような騎上が目立つんですよね。まあ、それで、その騎上がはまることも多いんですけれども、でも、直線向くまで我慢に我慢を重ねて、待つべき時もあるんですよね。そういったところもバランス良くなっていけば、ミルコ・デ・ムーロ騎手と同じレベルのジョッキーになっていく可能性はあるかなっていうふうに思いますね。まあ、それ以上の才能があると思いますんで、 本当に楽しみなジョッキーだと思います。ボーマン騎手、ボーマン騎手はですね、まあ3人、4人ですか、オーストラリアのジョッキーが来てますんで比較しながら喋ると、ボーマン騎手がですね、一番バランスがいいイメージはあるかなっていうふうに思いますね。行っても先行しても上手いですし。 差し追い込みをしてもうまいっていうような感じでつのない騎乗しやすいタイプのジョッキーなんじゃないかなっていうふうに思いますね逆にウィリアムズジョッキーの方は先行させた方がいいというか自分から積極的に競馬を作っていって安定するタイプかなっていうような感じで追い込みに回った時っていうのはウィリアムズジョッキーはあんまり安定感がないかなっていうようなイメージがありますでミナリク騎手ですねミナリク機種は まあどうしても馬質が良くないと日本の競馬に慣れるという意味でも時間がかかってしまうところがあってそれでちょっと時間がかかって成績の方も良くなかったんですけれどもでもイーウマン乗った時には結構安定感がありましたし、まあ、どちらかというとウィリーアームズ騎手よりかはボーマン騎手に近いかなというような感じがあって、まあ、結構うまいジョッキーですんで今後もまた来てほしいなというふうに思いますね。 でアブドゥラ騎手、ね、はちょっとタイプが違うかなというような感じでさっきも触れたようにミルコデムロ騎手の若い頃に近いような息の良さがあって、まあ、小倉で今年初めて乗ったんですけれども、まあ、とにかくいい馬に乗ってる時っていうのは通気の騎乗、まあ、力の劣るような馬でも思い切った騎乗をすることが多いかなというような感じで結構腹をくくって。 バグの中突っ込んだりだとかうちの方突っ込んだりだとかそういったような騎乗や早め戦闘みたいな騎乗も多かったですしまあ早い段階としては相手ような強気の競馬の方が安定しやすいところもありますのでそういった意味では最初の段階としてはかなり合格点以上の大分い,いい評価をされてるんじゃないかなっていうふうに思いますねただやっぱり小倉コースという小回りコースでもあってこれがまた阪神とか 京都とかその辺になった場合ですねトリッキーなコースになってきますんで小倉と同じように乗ってるようじゃまず安定感は出てこないのでその辺は競馬場の把握だとか日本の競馬の理解というところを時間をかけてやっていかなきゃ難しいんじゃないかなっていうふうに思いますねただやっぱり技術的に馬を動かす技術大技術に関してもまだ若いのにかなりのものがありますんで今後伸びていくジョッキーだと思いますね、まあ、ちょっと小倉 の方が札幌競馬場や函館競馬場よりも多少乗り方が難しいところがありますのでそれでも小倉をある程度こなしたというところは評価できると思いますね続いてもう1回上の方に戻るんですけれどもベロン騎手ベロン騎手は確かフランスの方のジョッキーだと思うんですけれどもまあまり成績は目立たないんですよね まあそれっていうのはあんまり馬質も良くないっていうのもあるんですけれども、まあ、日本の競馬に慣れる前になんか馬質が落ちていったっていうような感じもありますね。で最近来ないんですけれども来ないというよりかは多分短期免許が下りるような成績でもないんじゃないかなっていうようなところがあって、まあ、ちょっとその短期免許を与える基準を変えてほしいなっていうふうに思うぐらいベロン騎手は来てほしいジョッキーですね。というのはですねグレープ ブランデーっていう G1 馬ダートの G1 馬に乗ったことがあるんですけれどもグレープブランデーはですね G1 を勝った時は良かったんですがその後、1年2年後っていうのはだんだんと気難しさが出たというかずぶいところが出てきてさらにそのずぶいだけじゃなくてですねフットワークが大きくて不器用でなんかその動かすのが難しい馬で外国人ジョッキーとかトップレベルのジョッキーが乗っても 本気で走らなかかかっったたりとと直線でで伸び上げることが多かったんですよねですがベロン騎手が乗ったらですね結構走ったんですよねというのは多分ベロン騎手はですねリズム感がいいっていうふうに表現したらいいんでしょうか馬のフットワークに合わせてコントロールするそれが天才的にうまいんですよねですからグレープブランデーみたいな フットワークの大きい馬で気象的に難しいところがある馬を直線である程度動かせたっていうところがあってグレープブランデーが復調した理由っていうのはベロン騎手が乗ってたっていうところもあってそこでこのジョッキーの凄さっていうところを感じたんですねただやっぱりその道中や横ン前後の勝負どころの進路取りだとか立ち回りだとかそういったことに関してはトップレベルの他の 外国人ジョッキーたちと比べると安定感はないかなっていうところがありますんで、まあ、そういった意味でももうちょっと日本で長く乗ってその辺がどこまで慣れていくかっていうところを見たかったっていうところはありますね。アッゼニキシュー、アッゼニキシューはイギリスのジョッキーでムーアキシュとかヒューズキシュの後輩に当たるかなっていうふうに思うんですけれども。 最初の頃はですねフォーリー騎手とかあの辺と同じような時期に来始めて、まあ、直線終えることは終えるんだけれども外国人ジョッキーとしてそこまですごくはないなっていうふうに感じててこれだったら日本人ジョッキー乗せた方がいいんじゃないのっていうふうに思ってたんですけれどもでもだんだんとですね日本に慣れたというよりかはこの安住騎手若いジョッキーですねまだ20代ですんで。 成長したんだと思いますねだんだんとすごいジョッキーになってきたなっていうふうに感じまして中京でですね一時期中京の芝コースがですね馬場が渋った時にすごく力のいる馬場で馬が繊維喪失するようなそういったような馬場になったことがあってとなるとオ l ルジョッキーかどうかっていうところで馬の直線の伸びが全然違うっていうような馬場状態の時があったんですよね。その時に厚に機種が乗りまして やっぱりこのジョッキーを終えるなっていうふうに感じるようなそういったようなレースが目立ってまあ終えるってだけじゃなくて今後は日本の競馬に慣れてくるっていうことを考えると今後注目が必要なジョッキーの一人だと思いますねもしかしたらイギリスの方でももっと名を上げる可能性があるそういったようなレベルの才能があると思いますねアブドゥーラー騎手については言いましたねで バルジュー機種もだいぶ前から来てるジョッキーでおなじみの短期免許のジョッキーではあるんですけれどもやっぱりミルコデムーロ機種とかルメール騎手と比べると技術的なレベルがだいぶ落ちるかなっていうような感じがあってまあやっぱりその直線を追うことに関してもそんなに追えるわけでもないですし細かい技術に関してもそこまで特別うまいというわけではないんですよね。もちろん ごく平均的な日本人ジョッキーよりかは少し上かなっていうような感じはあるんですけれどもただバルジュー騎手よりも上手い日本人ジョッキーは15人20人いるかなというようなそういったようなイメージはありますねでもバルジュー騎手のいいところっていうのは結構積極性があるっていうところですねですから迷いの少ない形で思い切って仕掛けていって例えば小倉の方とかローカルの方では好成績を収める時が多かったりだとか そういったようなところもありますので調子のいい時っていうのはある程度変えるジョッキーではあるかなと思うんですがやっぱり難しい競馬になったりだとか競馬場によっては例えば京都の外回りでレイデーオーロで全然うまく乗れなかったことがあったりだとかああいったようなところもありますしやっぱり根本的に技術的なレベルがかなり高いジョッキーっていうような感じではないので。 まあそういったような感じで、あんまり外国人ジョッキだからといって、信頼できるっていうような感じでもないかなというふうに思いますね。まあ、新日課で何度も日本の JRA 免許を受けてるみたいなんですけれども、なかなか受からないようなところもあるみたいですね。続いては、馬質とか気合とか直線を終えるかだとか、この辺を縦に比較しながら、軽く見ていきたいと思います。まずは馬質ですね。 ルルメー騎手とミルコ・デ・ムーロ騎手は確か同じエージェントだと思うんですがなぜかちょっとミルコ・デ・ムーロ騎手の方がいい馬に乗ってるかなっていうようなイメージがありますね。まあここは勘違いしないでもらいたいんですけれども重賞とか G1 だけ見てる人は分からないことで条件戦を見ててちょっとだけミルコ・デ・ムーロ騎手の方がいい馬に乗ってることが多いんですよね。 まあこれは意図的にエージェントがそうしてるっていうことはないと思いますんで多分その前走どの馬に乗っててまた引き続きっていうようなそういったような感じでこういう流れになってるのかそれが厩舎との関係の中でミルコ・デムロ騎手をチョイスしたっていうような厩舎でいい馬に乗ってるっていうようなそういったような感じになってる可能性もあってその辺に関しては時期によってまた流れが変わってくる可能性がありますんで。 まあ単純に現状ではルメール騎手の方が少し馬質が落ちる中でこれだけの成績を残しているっていうのはルメール騎手の凄さでもあるかなっていうふうに思いますね。でモレイラ騎手はまあ札幌だけで乗っててそれでまあやっぱりあれだけの成績を残してますんでどんどん馬が回ってきてるかなっていうふうに思いますね。ただやっぱり馬によっては上位23頭に入るわけでもないのに。 持ってきてる。そういったような時もありますんで、やっぱり札幌競馬場ではモレイラ騎士の凄さ、もちろんルメイラ騎士も凄いんですけれども、まあ、とにかくこの二人は凄かったなっていうような感じがありますね。ムーア騎士。ムーア騎士もですね、もちろんいい馬が集まるんですけれども、でも時期的に G1 が開催される時期で、そういった時期だと他の一流ジョッキーたちも 乗りに来てるということで、その分有力馬が多少割れてるところはあるかなっていうふうに思いますね。モレイラ騎手の場合は札幌を開催でローカルの時期でもありますんで、そういった意味で有力馬が集まりやすいっていうような時期でもあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、でもムワ騎手もすごくいい馬には乗ってたと思います。で、スミヨン機種ですね。スミヨン機種もまあムワ騎手と同じような感じではあるんですけれども、でもちょっと 前の時代ですんでまあ無阿紀も昔から来てたんですけども、まあ、スミョン騎手の時期っていうのは結構スミョン騎手に馬が集まるような時期でもあったかなっていうような感じですんでまあそういったような感じで銃っていうふうにつけました。クリスチャンデムーロク手は、まあ、最近、まあ、評価も上げてきてやっぱりいい馬が集まってるなっていうような感じですんでルメール騎手やミルコデムーロ騎手と遜色ない馬が集まってるかなっていうような感じはありますね。 ボーマンキシュ,ーボーマンキシューはやっぱり先に挙げたジョッキーたちほどは集まってないかなというふうには思うんですけれども、まあ、でもやっぱりそれなりには集まっているかなという,ようなイメージですよ。よウィリアムズキシュウィリアムズキシュは最初に来た超一流のオーストラリアジョッキーという,ような感じに近いんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、以前だと 女性ジョッキーが来たりだとかそういったような感じはあったんですけれどもウィリアムズ騎手が来てからオーストラリアのジョッキーが多く来るようになったイメージはありますねでやっぱり馬はある程度集まってたかなというような感じはありますね。ミナリク騎手ミナリク騎手は来て間もないところがあって、まあ、馬質に関してはあんまり良くないですね日本人のアダ騎手やミユキ騎手の方がいい馬に乗ってるかなというようなぐらいなんで。 まあそう簡単には成績は収められないなっていうような感じの馬質ではあるかなっていうような感じなんですがやっぱり条件線見ててイいマに乗ってた時っていうのはうまいなっていうふうに感じましたし継続的に来てくれた場合だと評価を上げてくるジョッキーだと思いますね名手だと思いますねベロン騎手ベロン騎手はまあやっぱりミナリ騎手同様 あんままりいいいい馬にには乗ってないかなかううふうに思いますねたまにその重賞とか G1 でいい馬回ってきたりはするんですけども条件戦で全体を見た感じだとそんなにはいい馬には乗ってないなっていうような感じですね。アッツェニ騎手。アッツェニ騎手は、まあ、ベーロン騎手未来に行く騎手よりかはいい馬に乗ってるかなというような感じなんですがこれから評価を上げると思いますね。アブドゥラ騎手。アブドゥラ騎手は、まあ、小倉デビューで最初の位置から 思い切りのいい騎乗が目立って成績を残してましたんで、そういった意味で、小倉の方ではそこそこ馬が集まってたかなっていうような感じはありますね。小、ま、倉、あの方で上位5人ぐらいな感じで、いい馬が回ってたっていうような感じですね。バルジュー手。バルジュ騎手はローカルの方で乗ることが多いので、そういった意味で、いい馬が回ることもあったかなっていうような感じですね。続いて、気合。 気合っていうのはですねまあその、まあ、タイプはいろいろあるんですけれども内なる投資っていうような感じで安定してるジョッキーも高く評価してますし目に見えてやる気が見えるっていうようなそういったような感じのジョッキーも高く評価してるっていうようなところがありますね、まあ、この辺に関してはあんまり説明する必要はないかなっていうような感じで、まあ、こういったような感じで見てもらえればと思います直線追うということですね追えるジョッキーということですね まあそれに関してはやっぱりムーア紀州っていうような感じがまずありますね。でスミオン騎手も同じぐらい追えるイメージはあるんですがただそのやっぱりムーア紀州には衝撃を受けたようなところもありますし直線を追うということに関してはなんかやっぱりその凄みということに関してはムーア紀州は一番上の基準として10にしたっていうような感じがありますね。 ルルメ騎手は8って書いてあるんですが、まあ、8でも相当追えるかなというような感じですし剛腕というようなイメージではないんですけれどもやっぱり直線追うということに関してはただ無知を入れるだとか強引なことをすればいいというわけでもなくてルメール騎手の追い方というのは馬の気象に合わせてあんまり強引なことをしすぎない方がいい馬に関してはソフトに追ったりだとかそういったような自在性のある 意味で本来ならば8以上の評価をすべきかなっていうようなそういったようなところもありますんでやっぱりそのジョッキーによって直線を追うことによってもいろいろとタイプがあるっていうところですね。モレーラ機種モレーレ機種はまあほに全てにおいて技術が高いかなっていうような感じがありますんでやっぱり直線を追うことに関してもレベルが高いと思いますね。 ミルコ・デムーロ騎手も終えるジョッキーではあると思いますね、まあ、8は高い評価っていうような感じですねクリスチャン・デムーロキシクリスチャン・デムーロ騎はですね最初の頃はそんなに終えないなっていうような感じがあって、まあ、6とか5とかそれぐらいな感じではあったんですけれどもでも若いジョッキーですんでだんだんと成長してきて直線でも終えるようになってきたなっていうような感じがありますねボーマン騎も普通に、 欠点の少ないいジジョッキーで終えるジョッッキキーーでだと思いますねウィリアムズ騎手はですね差しを追い込みに回った時っていうのはあんまり安定感がないところがあってまあ追えるジョッキーで、まあ、7っていうのは終えるっていうような評価でもありますんでそういった意味で、まあ、そこそこ追えるっていうようなイメージですね。ミナ・リク騎手も欠点の少ないイメージというかバランスのいいジョッキーかなっていうようなところである程度終えると思いますね。 ベロン騎手。ベロン騎手はですね、まあ高く評価した理由っていうのは、その気難しい馬だとか、フットワークが大きいような馬をリズムよく追う。そういったようなことに関しては天才的な才能がありますんで、そういった意味で高く評価したっていうところもあります。アッゼニ騎手。アッゼニ騎手についてはさっきの特徴の時に言ったように、まあいかにもイギリスの方のジョッキかなっていうような感じで、まあこれからどんどん追えるようになってきて、 評価も上がってくるジョッキーだと思いますねアブドゥラ騎手はまだ小倉でしか乗ったことがないんですけれどもやっぱりその直線の追い合いで小倉の方で目立ってましたね、まあ、小倉ではナンバーワンの追えるジョッキーではあったかなというような感じですね。バルジューキシューバルジ騎手はやっぱりその技術的なレベルとしては超一流とまではいかないので、まあ、平均ぐらいかなというような感じの評価になりました。 続いて動かす。動かすっていうのはですね、横の促すと比較でいきたいんですけれども、動かすっていうのは、ある程度、その、手綱だとか、首を押したりだとか、あとは体重移動とか、体のバランスで馬をスッと生かすだとか、そういったような、まあ、強引に近いような感じの動かし方っていうようなイメージで、促すっていうのは、まあ、軽くコンタクトを取って、スッと っってよっていうような感じですねでルメール騎手はどちらもうまいんですけれどもただ、まあ、そのモレイラ騎手を基準として10っていう風につけたんで9っていうような感じにしたっていうようなところですね、まあ、モレイラ騎手とルメール騎手こういったような感じで、まあ、ちょっとタイプが違うかなっていうような感じでルメール騎手はやっぱりソフトな形でいくと モレイラ騎シも上手いんですけども、ルメイル騎シはいかにもその当たりの柔らかさという意味では世界一っていうような、そういったようなイメージはありますね。ムーアキシムーアキシは、まあその、動かすというところで、その直線というか、まあ4コーナーから直線にかけて追うということに関しては、動かすレベルはもっと高く評価した方がいいかなとは思うんですが、 ただそのコーナーからの,その日本独特の競馬の中でスッと動かすということに関してはやっぱりモレイラ騎手とかルメール騎手の方がうまさが光るかなっていうような感じですんで勝負どころから直線だけということに関してはムア騎手は文句ないんですけれどもやっぱりそういったところで多少差をつけたっていうような感じで8っていうような感じですでも8でもかなり高い評価っていうようなところですね。 ミルコ・デ・ムーロ騎手はですね、まあ、条件戦なんか見ててもそのやっぱり見てて危ういようなレースが多いんですよねまあそれルメール騎手なんかと比較したら分かりやすいんですけれども、まあ、単純なその馬を動かす促す技術ということに関してはそこまで超一流とまではいかないかなっていうような感じですねもちろん 一流ジョッキーでうまいことはうまいんですけれども、ただ、他の外国人ジョッキーたちと比べるとっていうようなところがあって、そういった意味で安定性だとか信頼性ということに関してはちょっと落ちるジョッキーではあるかなっていうふうに思いますね。ただ、やっぱりその辺に関しては位置取りだとか仕掛けのタイミングである程度カバーできるんで、そういったところで見ルコドミルロ機種の凄さっていうところが出ることもあるっていうような感じですね。スミオン機種 スミオン騎手はどちらかというと強引な乗り方の方がうまいかなというような感じでまあムア騎手と同じなんですけれども4コーナーから直線にかけてのそこからの加速というところで強引に動かすということに関してはレベルが高いんですけれどもただレース全体の流れの中でということになるとモレラ騎手やルメール騎手と比較すると多少落ちるかなというようなイメージですね。で促すとということに関しては まあムーア機種とかもそうなんですけれども、まあ、結構外国人機種って手綱を短めに持って早めにガチッと固めてそこから緩めたりだとかそういったようなコントロールの仕方をすることが多いんですけれども、まあ、それでも引っかかるような馬だとかそういったような馬たちをコントロールするところもありますんで、まあ、促すっていう表現が合うとは思えないんですけれどもでもやっぱりしっかりコントロールするなっていうようなところで促すの方でも7は高い評価に入ると思いますね。 クリスチャン・デメロキシュク州については、まあ、とにかくこのジョッキは天才肌ですんで、まあ、当たりも柔らかいですしある程度その勝負どころですっと生かすことに関しても、まあ、そんなに強引ではないんですけれどもやっぱうまさっていうのが光るかなっていうようなところがありますね。ボーマン騎手とかウィリアムズ騎手、まあ、この辺に関しては、まあ、数字を見てもらえればあとは分かりやすいかなというふうに思いますね。 四角加速4コーナー前後の加速力ということですねまあさっきも言った通りモレーラク首のですね4コーナーから直線にかけての加速力っていうところで衝撃を受けましたんで作ったっていうところがあってモレーラク首は満点10ですねでルメールクシも9、まあ、ルメイク首もすごいんですよねまあやっぱりこの辺のジョーキーたちっていうのは まあ道中の行きっぷりや反応そういったところも全然変わってくるぐらいのレベルのジョッキーですし例えば日本人ジョッキーの中でも下の方のレベルのジョッキーが乗ってて道中の反応が悪かったり行きっぷりが悪かったり勝負どころでの反応が悪かったりそういった時に馬が強くなかったっていうふうに言っちゃうこと多いと思うんですがそこはジョッキーが変われば全然変わりますんで、まあ、特に今回に関して取り上げている4コーナー前後の加速力だとか。 あの辺の反応モレーラ騎手のすごさっていうところはビデオで見てほしいなっていうふうに思うぐらいすごい基調っぷりですね。でムーア騎手ミルコデメロ騎手スミオン騎手この辺も7っていう評価は低い評価ではないですしやっぱりレベルの高いジョッキーではあるとは思うんですけれどもでもやっぱりモレーラ騎手ルメイラ騎手との比較でいくと4コナ前後についてはレース展開によっては ちょっとあれっていうような感じになることもありますんで、まあ、日本の競馬の質ということに関してはこういったような評価にしたっていうようなところがありますねただヨーロッパのような競馬になってくるとムア騎手やスミオン騎手の方がもしかしたらルメイル騎手よりもスッと勝負どころで動かせる可能性高いかなっていうようなところがありますんで日本の競馬の質ということに関してっていうような感じですね。 クリスチャン・デムーロ騎手とかボーマン騎手。まあ、クリスチャン・デムーロ騎手は天才肌なんで、やっぱり勝負どころでの反応もいいかなっていうような感じがありますね。ボーマン騎手は欠点の少ない名手っていうような感じで、レベルが高いかなっていうふうに思いますね。結構先行させるようなことも多いジョッキーですんで、それで4コナン前後背面仕掛けたりだとか、そういったようなところもありますね。ウィリアムズジョッキーも、 まあやっぱりレベルは高いいいかなっていう,ふうに思いますね7も高い評価で、まあ、結構強引ちょ多少そのボーマン騎手とかと比べると強引かなっていうようなイメージはあるんですがちょっとアクションも大きいかなっていうようなイメージはあるんですがやっぱりレベルは高いと思いますね。ミナリク騎手もまだ実績は上げてないんですけれども、まあ、基本的には名手かなっていうような感じ方をしてます。ベロン騎手アッゼニ騎手。 この辺のジョッキーたちに関してはあんまりその直線向くまでに関しては安定感はないかなっていうようなイメージがありますんで平均点っていうような感じの評価ですねただやっぱり馬質がまだそんなには良くはないので馬質が変わってくればまた印象が変わる可能性もあると思いますアブドゥラーキシューアブドゥラーキシューはまあ若いジョッキーで、まあ、やっぱり結構 全てにおいて才能あるなっていうふうに感じますし、まあ、小倉ということで早めに仕掛けられたりだとか小回りコースなんで強気に乗れるところはあったとは思うんですけれどもそれでも技術,技術的なレベルは高いと思いますね今後もっと良くなる可能性高いと思いますねバルジュー機種はまあ全てにおいて平均点ぐらいかなっていうようなイメージがありますんで6っていうような感じですね安定感 安定感ですね、まあ、この辺なんか数字を見てもらえれば分かりやすいと思うんですが、まあ、やっぱり日本の競馬場で乗らせたらルメール騎手の安定感は際立つかなというような感じがありますね。まあ、モレイラキシが9っていうのはですねルメール騎手よりも少し下げたっていうのはこれはやっぱりまだ中央場所ですね中山東京阪神京都で乗り慣れてないっていうところが大きくて特に京都 阪神なんかは難しいトリッキーなコースですので、今後どこまで安定感を上げられるかっていうようなところになっていくと思いますね。まあ、本来ならばもっと差があると思いますね。ルメール騎手とは現時点では差があると思います。ですが、札幌競馬場に関しては、モレイラ騎手とルメール騎手の安定感はほぼ遜色ないレベルだったかなっていうふうに思いますね。で、大舞台大舞台に関しては？ まずはミルコ・デムーロキシュですね。まあ、ここでやっとミルコ・デムーロキッシュの評価一番高くしたっていうような感じがあってやっぱり g 1なんかでも一発を狙ったような騎乗で、まあ、ビクトリーロードがなぜか見えちゃうんでしょうねそういったような才能が天才的な才能があると思いますねあとはまあ気持ち的に大舞台だと安定するようなところもメンタルも安定するようなところがあるかなっていうような感じで 条件戦で散々だったのに G1 や重症だといい成績を収めるっていうようなそういったようなところもあるジョッキーですんであんまり条件戦での調子を参考に過ぎない方がいいかなっていうようなところもありますね、まあ、他のジョッキーたちについては数字を見ればわかりやすいと思いますアドリブこれはアドリブ力ですね要するにレース展開に応じての対応力があるということですねルメルキシュに関しては レイデオロのダービーなんかでも向こう正面で一気に動いていって2番手まで上がっていくあの辺もアドリブ力ではあるんですが、まあ、あのレースに関しては比較的そのダービーという大舞台で他のジョッキーたちが動けない中で動いたっていうところがあってそんなに難しい競馬でもなかったんですよねですがあれは行ったっていう G1 というかダービーで行ったということはすごいんですけれどもでもそこまで難しい競馬ではなかったのであれよりかは他の 条件戦だとか難しいレースいっぱいある中でルメルク氏の対応力のすごさというところを見てますしただまくって動いていくだとかそういったようなことだけではなくて待つべきタイミングに待ちに待てるっていうそういったような安定感というかアトリブ力っていうのは凄みを感じますね逃げ逃げですね逃げに関しては10点満点がいないんですね これっていうのはですねやっぱり武豊樹種が銃っていう風に感じるところがあってそれで差をつけるという意味で他のジョッキーたちは銃をつけなかったっていうようなところがありますね日本人ジョッキーの武豊樹種が上としているっていうようなそういったような評価にしましたで、まあ、結構日本人ジョッキー他でも中距離だったら柴田第一機種なんかも前ですし丸山元気機とか ペースメイクの上手いジョッキーもいますし、まあ、フクナのジョッキーも普通に上手いジョッキーでもありますし、まあ、外国人ジョッキーと日本のその逃げの上手いジョッキーたちに関してはそこまで大きな差はないかなっていうふうに思いますね。やっぱり逃げっていうのはですね、マイペースで競馬ができるというところもあって、その分動かしやすいところもあったりなんかしますんで、例えば 3番手4番手に控えるだとかバグの中に入っちゃうだとかそういったような競馬だと他の馬が作る競馬に飲まれるっていうところもある中で動かさなきゃいけないようなところが出てきてそういったようなところだとルメル騎手とかモレイラ騎手とかこの辺の外国人ジョッキーですね、まあ、他のジョッキーたちのうまさっていうところが光ることはあるんですけれども逃げに関しては日本人ジョッキーはうまいジョッキーはうまいですし差はないというかそれ以上のジョッキーもいるっていうような感じですね。 先行逃げもですね先行に入るっちゃ入るんですけれどもここでは入れてないっていうような感じですね。あとは先行の中でも2番手からだとかあとは3番手の内から競馬をするこれっていうのは比較的乗りやすくてジョッキーの優劣はつきにくいところはあるんですけれどもまあでもそれも含めた上で例えば3番手4番手の外を回るような競馬そういったのも先行として入れてやっぱり。 ルメール騎士とかモレーラ騎士この辺はうまいかなっていうような感じがありますねでモレーラ騎士を少し上に取ったっていうのはモレーラ騎士の方が迷いが少ないようなところがあるんですよねまあもルメール騎士も迷いがあるという感じではないんですがただちょっと丁寧に乗りすぎる時もあるっちゃあるのでそういった意味でモレーラ騎士の方が自分から積極的に強気にいくことが多いっちゃ多いですねルメール騎士も強気に 一気にいくこともありますんでその辺は勘違いしないでもらいたいんですけれども同じぐらいのレベルの中でちょっとだけ差をつけたっていうような感じですねで他のジョッキーたち、まあ、ムーア騎手は追い込みのイメージはあるんですけれどもやっぱり技術的なレベルが高いですし先行させてもやっぱりうまいですねで他のジョッキーたちはこんな感じで来て、まあ、ウィリアムズ騎手ですねウィリアムズ騎手についてはですね 短期でで来始めたたっっていうのはあんんまり成績が良くなかったんですよねそれっていうのは日本の競馬をあんまり理解できていなかったっていうところも大きかったんですがウィリアムズ騎手の成績が良くなったきっかけはですね先行させるようになったんですよね結構ポジションを取ることが多くなってスタート直後からスッと行かせるようになってそれで安定したところがあってでウィリアムズ騎士は 先行抜け出しっていうような競馬がうまいあとは強気に迷いの少ない騎乗ができるところがありますんでそこで調子を上げてきたところがありますんで「9」っていうふうに高く評価しているところがあります差し追い込み差し追い込みに関しては、まあ、外国人ジョッキーはうまいジョッキーが多いんですけれどもこういったような感じでつけてます。 まあ同じ10点満点でもムーア機種とルメール機種ちょっとタイプが違うかなっていうような感じで、スミオン騎手もいるんですけれども、ルメール機種に関してはですね、本当にとにかくうまいっていうような感じですね。追うことに関してもレベルが高いですし、さらにまあ直線に向いてからも前に壁を作りながらふわっとさせたりだとか、足を小出しに使ったりだとか、あとは、 直線に入ったら中途半端なジョッキーだとすぐ焦って追い出して空いたとこ空いたとこ行っちゃったりすることあるんですけれどもルメール機種レベルになると待って直線の中でも捨てる部分を作れたりだとかそういったような、まあ、本当に頼りになるなっていうようなそういったような安定感があるんです,ですよね。ももちろんそのジョッキーは誰でも 前が明かずどん詰まりっていう,ような競馬ははあったりはするんですけれどもでもそういったことを除いて考えるとルメール騎手ほどの安定感があるジョッキーはいないかなっていうふうに思いますね。冷戦会や流れの中隊列の中でどこに行くのが一番いいかということもすごく考えているジョッキーですしそれを体感したりだとか頭で理解したりだとかすることに関してもレベルが高いっていうところがありますね。でムーア騎手とかスミオン騎手に関してはですね ルルメール騎手ほどのそのビクトリーロードは見えてはないんですけれどもでもやっぱりオエルジョッキーですんで多少ロスがあるような進路取りを取った場合でも強引に馬を伸びさせるというかそういったような直線での凄みっていうのがありますんでそういった意味で高く評価したっていうようなところはありますね、まあ、ただやっぱりそういったような強引な進路っていうのは致命的なロスになる時もありますんでそういった意味で やっぱり信頼性という意味ではルメールメの方が上かないいうふうふに思いますねあとはこれは初めていうことでもしかしたらルメール騎手が知ったら企業秘密を一つばらされたっていうふうに思うぐらいのことかもしれないぐらいの感じなんですけれども4コーナーから直線を回るときにルメール騎手がよくやるパターンがあってそれっていうのは普通コーナーを回る時っていうのはそのコーナーの回り方の 正常なラインっていうものがあると思うんですよねコーナーに沿ったような感じに近いようなラインがあったりするとは思うんですけれどもでもルメール騎士はですね4コーナーから直線を向くときにちょっとだけ内に馬を向けることがあるんですよねなんでかというと基本的に遠心力っていうものがあるんで馬は外に持っていかれる力が働くんですけれどもその遠心力を少しでも殺すために一旦内に入れることによって ふわっと馬がするような、そういったような足の溜まり方がすることがあるんですよね。で、そういったようなところもありますんで、今後ルメール騎手の乗り方を見るときっていうのは、そういったところにも注目してみたら面白いところがあると思います。続いては関東、関西ですね。関東といったら中山、東京、関西は京都、阪神のことですね。で、何度も言ってるんですけれども、 関西のの阪神京都っていいうのはででですすねねトリッキーーなコースで乗り方がが難しいところがあるんですよ、ね、例えば、ダートでも、阪神のダートっていうのは、中山とほぼ似てるかなっていうふうに、一見思いがちなんですけれども、阪神の方がですね、コーナーからのまくりが難しかったりだとか、ロングスパートが難しいようなところがあったりだとかして、 中山ののダートの方が結構単純だったりすするんですよねもちろんその中山でも腹をくくって極端に足をためた方がいいようなレースが多かったりだとかそういったような感じで例えば横山のリード騎手が足をためにためて鮮やかにっていうようなレースがあったりはするんですけれどもでも基本的にその阪神の方が中山よりもコーナーからタフなレースになることが多かった 足りだとか持続性ですね素足の持続性を必要とするようなレースの質が多かったりするイメージがありますねで、京都に関しては平坦コースなんですけれどもでも京都のダートに関してもあんまりコーナーから強気のまくりをしすぎるとゴール前で止まっちゃったりだとか結構その阪神も京都も コーナーからの足の使い所が難しいイメージがあったり、あとは素足の持続性だとかタフさを求められるようなところはあるかなっていうような感じですね。例えば、ロスなく器用に立ち回ってっていうような競馬に関しては、阪神でも京都でももちろんできるところはあるんですけれども、強気に乗りやすいという意味では、中山のダートの方が強気に乗りやすいんですよね。ですから、モレイラ騎士は結構強気の競馬をすることが多いんで、関東で乗った方が成績は 早いいい段階では上げやすすと思いますね。逆に京都とか阪神で乗るようになったら多少安定感が落ちる可能性はあると思いますね。まあ、それは芝に関しても芝なんかだと、まあ、阪神も結構タフなコースだったりしますし阪神の内回りの2000メートルとかも簡単なコースではないですしあとは京都の外回りコースですね坂の上り下りの使い方が難しいところがあって京都外回りの芝に関してはあんまりその 坂の下りに入ったところで早めに動きすぎるとゴール前で止まっちゃったりだとかそういったようなところがあったりしますし京都の外回りコースに関してはコツとしては坂の真ん中どころから勢いつけて回るっていうようなパターン結構竹豊騎手も使うんですけれどもそういったような騎場もしくはバグの中でために溜めて直線勝負ですねそれで京都の外回りっていうのは4コー,ナーを 鋭角ですね。角度が結構きついようなところがあって、馬群がばらけやすい傾向にあって、外を回った馬が外に振られたりだとか、そういったような感じもあったりしますんで、その分、馬群の中から抜け出すっていうような、そういったようなギャンブル性の高い突き方っていうのもハマることもありますんで、まあ、そういった意味で、まあ、モレイラ機種なんか技術が高いので、馬群の中から競馬をするようなことを、 増やせば成績は安定すするかなっていうふうに思うんですがただ強気の競馬をするとなると坂の上り下りっていうところである程度考えなきゃっていうところはあると思いますね。それで他のジョッキーたちについても基本的には関東の方を少し高めにして関西の方を少し低めにしてるっていうような感じですね。これっていうのは関西の方はキャリアが必要ですんで関西でのキャリアが少ないジョッキーたちについてはちょっと評価を下げてるっていうようなところがありますね。 ローカルローカルはですね、まあローカルの中でも新潟のように直線が長かったり、まあ中京の方も直線が長かったりしますし、まあ、その中でも内回りコースが新潟にはあったりだとか、直線競馬があったりだとか、いろいろあるんですけれども、でも、まあ基本的にはそんなには難しくはないかなっていうようなコースが多くて、まあ慣れれば、 というか、まあ、比較的早く慣れることができるようなコースが多いかなっていうようなところがありますんで、そういった意味で、外国人ジョッキーたちに関しては、基本的には一流ジョッキーたちばっかりですんで、そういった意味で、ローカルに関しては比較的慣れやすいと思いますね。ただ、ローカルに関しても色々細かいところを言い始めると、例えば、小倉コースと札幌コース、 似たようなコースに見えるんですけれども意外と小倉コースはですね仕掛けどころを間違うとゴール前に甘くなったりだとかあとは入れ替わりの激しいような競馬が直線であることも多いコースで札幌競馬場の方が比較的その手の内に入れたら例えば芝の中距離で行くとラスト 400m 前後のところで一気に動くような競馬をモレーリクシとかルメール騎シはよくやるんですけれどもそういったような競馬なんかも しやすいような傾,あの傾向にあって比較的札幌とか函館の方が手の内に入れやすいコースではあるかなっていうふうに思いますね。まあ福島コースはまあ少し小倉と似てるかなっていうようなところはあるんですけれども、まあ、まあそうですね似たような右回りの小回りコースということに関しては一番乗りやすいのは札幌とか函館かなっていうようなイメージはありますね。 続いてズブい馬ですね。まあ、引っかかる馬と一緒に見ていこうかなというふうに思いますね。まあ、ルメール騎士もモレーラ騎士もズブイ馬、引っかかる馬、どっちも上手いかなっていうような感じですね。当たりの柔らかさという意味ではルメール騎士の方が上かなっていうようなイメージはあるんですが、ただモレーラ騎士もそんな強引なジョッキーではないですし、 まあちょっと馬の押さえ方がタイプは違うんだろうなっていうようなところはあるんですけれどもやっぱりうまいと思いますね。でまあ他のジョッキーたちも、まあ、こんな感じで、まあ、数字を見れば分かりやすいかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ミルコテ・ムーロ騎手に関してはですねちょっとそのレースによって引っかかる馬を行かせちゃってそれでなし崩しに足を使って直線で伸びずっていうようなそういったようなちぐはぐな競馬も目立ちますんで。 どちらかというとずぶい馬を追って追ってっていうような感じで走らすパターンの方が安定感はあるかなというようなイメージですね。まあ、ただ7っていうような評価ですね引っかかる方の7っていうような評価は決して低い評価ではないのであとはスミヨン騎手ベーロン騎手アッジニ騎手ずぶい馬を9っていうふうにすごく高く評価してるんですが。 これに関しては直線ずぶい馬を追うということに限ってっていうような感じですね。日本の競馬というのはコーナーからスピード競馬になったりだとかあとはロングスパート気味の競馬になった中でずぶい馬を動かさなきゃいけないような競馬もありますんでそういったような形に関しては安定感は欠くと思ってます。でベーロン騎手に関しては、まあ、9とまでいくかなとは思うんですけれども8でもいいかなとは思うんですがただその天才的に 気難しい馬やフットワークの大きい馬を動かすリズム感の良さっていうところがありますのでそういった意味で高く評価したっていうようなところがありますねそしてクリスチャン・デムルキシュクリスチャン・デムルキシュはやっぱり、まあ、天才派だかなっていうふうに思いますんで、まあ、引っかかる馬なんかでも当たりが柔らかいですし今後ずぶい馬に関してももっと評価が上がっていく可能性はあるかなっていうふうに思いますね、まあ、スピード競馬にあるる程度対応できる ところもありますしそういった意味で自在性のあるジョになっていく可能性が高いと思いますね続いて気難しい馬ですねまあ、これは気難しいっていうのはズブイとはまた違うような形ですねあんまり強引なことをしすぎると嫌気をさしたりだとかあとは気難しすぎてブリンカーをつけてもあんまり効果がないような馬なんかもいたりなんかしてまあそういったような気難しさっていうような感じですねでやっぱりその 促すっていうような動かし方が上手いジョッキーっていうのは基本的には気難しい馬を動かすのが上手いかなというような感じでまあ竹豊騎手なんかもすごく上手いんですけれどもまあルメール騎手とかクリスチャンデムール騎手この辺なんかは当たりが柔らかくて天才派だというところでそういった意味で最高評価をしたっていうような感じですね。モレイラ騎手も強引な時もあるんですけれども強引なだけのジョッキーではないのでやっぱり すすごくいいいジョッキーかなっていうふうに思いますね他のジョッキーたちについては例えばスミオン騎手とかこの辺のオエルジョッキーをちょっと下げたりしてるっていうのはスミオン騎手ちょっと強引すぎる時もありますんで、まあ、その強引さで気難しい馬を動かせるっちゃ動かせるんですけれどもでも、まあ、やっぱりそういうような強引な競馬が合わないようなそれで戦意喪失するような気難しい馬もいますんで、まあ、ちょっとここ近年 10年前後ぐらいで日本の馬の気象が変わってきたところもあって、まあ、馬なり調教が増えたっていうところもあるとは思うんですけれどもビシビシ追えば動くっていうようなそういったような馬が減ってきて、まあ、そのバグなんかでもわかるんですけれども昔ほどはブリンカーをつけてる馬が少なくなってるんですよね。というのはブリンカーの効果がほとんどなくなってきてるっていうようなところがあってそれは馬の気象だとか血統だとかそういったところが変わってきてるっていうような。 ところがあってのそういうい感じになっているような感じだと思いますね。で、まあ、最後としてまとめになるんですけれどもそれぞれの地域でタイプが違うようなところはあるんですが基本的にそのヨーロッパの方だと直線勝負っていうような競馬が多くてアメリカの方だとコーナーからペースが流れるようなレースが多いんですよね。 でどちらかというと日本の競馬はアメリカ寄りの競馬が多かったりしますしでもヨーロッパ寄りの競馬も多いっちゃ多いっていう、まあ、ヨーロッパとアメリカの中間みたいな質なのが日本かなというような感じがあってそういった意味で対応力という意味ではですねどちらかというとアメリカのジョッキーの方が対応力があったかなというような感じはあったんですけれども。 でもアメリカのジョッキーはデザーム騎手とか一時期、まあ、東京コースですごい成績を収めたりしたんですけれどもまあなんか右回りコースがアメリカにはあんまりないんでそういった意味で右回りで調子を崩したりだとかまあ結構アメリカ人というのはわがままなジョッキーで、まあ、デザーム騎手以外の誰だったか名前忘れましたけれどもいい馬が回ってこないから帰るって言ってそういうふうにわがままなところを見せたジョッキーなんかもいたんですけれども。 まあ、アメリカ人は扱いが難しいところがあって逆にヨーロッパ人の方が日本にフィットしてくれることが多いのかなっていうような感じはありますね。でオーストラリアのジョッキーはですね結構日本にフィットしてて今流行ってるようなところがあるんですがオーストラリアもちょっとアメリカ寄りの競馬が多いかなっていうような感じでコーナーから ペースが流れたりだとか強気の競馬をするようなレースも多くてそういった意味で日本の競馬にフィットするジョッキーが多いのかなっていうふうに思いますしオーストラリアのジョッキーは日本への対応力が高いかなっていうふうに思う中でのこの流行ってるっていうようなところはあると思いますね以上です吉本興業 ABCDEU 加減という組ミの東野の昴と申します失礼します